レビアニメ専属のシグルドリーバー、クラウディア・ブロフォード役の山村響久と、ヌグルマ都役の日枝ねねと、駒込アルズ役の真央と、渡来園香役の菊池さやかです。はい、ついに、いや、もう今日から始まるよ。待ってた。23時半から、ワクワクがもう止まりません、なのでですね、ここで皆さんにですね、こう作品の見どころをちょっと教えてもらいたいなと思いまして、うん、なんかどっかあるかな、さっちゃん。ですね、うん、私が思う見どころは、人間模様ですかね。そうです、メインの絡みはもちろんのこと、他の周りの人たちのどのキャラクターとの絡みがあって本当に生き生きとして描かれているので、そこをぜひ見ていただきたいなって私は思います。いいですね。まいちゃんなんかとかある？そうですね、いやもう本当出てくるキャラクターの皆さん本当魅力的なんで、女の子にね多分目が行きがちだと思うんですけども、男性キャラクターの方たちもですね、もう大好きになってもらえるので、本当ね、魅力的な方が多いので、ぜひぜひそこもね注目して大好きになっていただけたら嬉しいなと思います。ねねちゃんは？私はですね、やっぱり戦闘シーンがめちゃくちゃ熱くてかっこいいですね。ワルキューレの子たち普段はね、まあ、見た目もすごく可愛らしい子たちなんですけれども、戦いとなると、でもギャップでめちゃくちゃかっこいい姿を見せてくれますので、ぜひぜひ注目してみてください。いや素晴らしい、本当になんかのストーリーがどんどん引き込まれていく内容になっているので、もう一話一話本当に見逃せないシーンだらけだと思いますので、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。お願いします。ということで、テレビアニメ専属のシグルドリーバーは本日10月3日土曜日23時30分から放送開始です。ぜひご覧ください。